はい、続きまして前髪の裏編み編ですね。裏編み編も同じくブロッキングはこめかみのところからずっと、まあ、この幅が、まあ、3センチから4センチ取っていただいて、太いほどなんていうんですか、ボリュームのある編み込みができますし、あの髪の毛が薄い方の場合は太く取ってもらった方が、あのより子供さんの時もそうですね、太い方がいいです。で、大人の方の場合はこれがまあ3センチであってもかなり毛の量が多いのでボリュームがありますので、毛量に応じて、まあ、分けてください。あの分量は。で、裏編みに来ますね。裏編みも同様なんですけど、ブロッキングは同じ位置でいきます。で、上のここから編み込んでいきますね。で、その時に最初の毛束を取りまして、ここまでは一緒です。3等分ですね。で、右の毛束を下にくぐらせて、この状態です。くぐらせた状態で、左側の毛束を真ん中にくぐらせる。これが一つの工程になります。で、次右側の毛束を真ん中に、今足された状態です。真ん中に。で、裏編みですので、この真ん中下からいってます。で、前髪のこれですね、フェイスラインっていうんですけど、フェイスライン上の毛を真ん中にちょっと引っ張りながらいきますね。で、左側も重ねます。真ん中に入れました。で、ここの毛束を足します。で、この時にギュッとしてもらった方が、ギュッとっていうのは締めるってことですね。ギュッとしてもらった方が綺麗に編み目が出てきます。で、左がフェイスラインですね。真ん中に、これを真ん中に入れながら、左側を、この部分を、この毛束を真ん中に出します。この時にギュッと一回してください。で、この状態ですね。 1,2,3 本はありますね。あといきます。右側を下に入れました。で、フェイスラインの毛を足します。で、こういう状態ですね。3本あります。で、左側を真ん中に足してます。で、ここの毛束を、後ろ側ですね、ここの毛束を足します。常にギュッという気持ちを心がけてください。で、左側を真ん中に足します。で、ここの耳上ですね、耳上の毛を引っ張りながら、ここがたるむとちょっとかっこ悪いのでギュッと引っ張ってください。ギュッと。で、左側で、ここに毛束が残ってますので、後方に引っ張りながら、後方っていうのはこっち側です、耳の後ろ側です。引っ張りながら三つ編みしていきます。もうあとは三つ編みはね、普通にしてもらったら大丈夫です。編み込みっていうのがね、今回のテーマですので、で、まあ毛先あたり、もしくは程よい位置で、まあ、編み目を見せたい位置まで三つ編みします。こういう感じですね。で、ゴムを使ってですね、留めます。これはまあ2回転ぐらいで留めてください。で、ブロッキングの毛を外してもらって、まあ、今回の特徴なんですけど、まあ、これは横編みにかけてください、実際は。で、裏編みのポイントなんですけど、表編みとは違ってしっかり見えるっていうのは基礎編であったんですけど、これを広げてください。毛先の方から、これ毛先の方から、ちょっとこう引っ張ってください。両方。これ両方同時の方がいいです。両方。両方。トップにできましたね。で、一回往復してください。
なんで毛先から行くかっていうと、毛先から行くとこのたるみを引っ張れるので、綺麗に形が出てきます。ですので1、2の方向で毛先から根元まで行って、根元から毛先に向かった方が綺麗に編み目が大きく出てきますので、そうですね、裏編みの特徴が大きい編み目を出せるっていうところが最大の特徴ですので、ハードさとか、ボリュームが欲しい方の場合は裏編みをしてみてください。それ、その時によって服装によって変えてみたり、いろいろその辺は好みでしてみてください。何度もすることによって編み込みができますので、やってみてください。前髪がきれいにね、編み込まれています。